あの皆さん YouTube 見て入られたんですよね。見てた感じと入った感じで違う、どう違うかとか。ギャップはやっぱあったんですよ。めちゃくちゃこうふざけてばっかりの雰囲気だったのが、まあ、社長はでも動画でふざけて仕事は想像より5倍ぐらいきつい。5倍ぐらいちょうど今セナがみんなに入りづらいなっていう。俺はすげえわかる。最初そうでした。最初だと待つかつ絶対です。一番じゃあ入って喋りづらいの誰ですか？やっぱいつも言われるのこの二人ですよね。一番喋りやすいの誰ですか？話しやすいし、話しかけてくれるし。おー、はい、お疲れ様です。すいません、現場から帰ってきて早々。全然、なんですか今日は。今日は、あの皆さん YouTube 見て入られたんですよね。まあ、岡部さんは聞いたことあるんで、まあいいんですけど松田さんと安藤くんは松田さん、いてくれてほしいですけど、松田さんと安藤さんにその入見てた感じと入った感じで違う、どう違うかとか、入ってみてどうだったかみたいな。松田さん結構経ったっすよね、もう1年くらい。そうなんで、1年経った方とまあ1ヶ月弱の方で感じ方って絶対違うじゃないですか。なんでそれもまあいいポイントとして。俺結構 YouTube はなんか俺が見てた頃って現場の YouTube よりこうなんかドッキリ系とか社長ドッキリに跳ねる系が多くて、ギャップはやっぱあったんですよ。なんかめちゃくちゃこうふざけてばっかりの雰囲気だったのが、まあ入ればやっぱりメリハリがしっかりしてるし、でもまあ、社長はそのままって感じです。でも動画でふざけてばっかのシーンなのによく入ろうと思いましたね。そうか、そうやって思ったら。いや、俺そこに興味持ったのが、こんなめちゃくちゃこうふざけていつもお弁茶で言ってる、お弁茶でっていうかふざけてる社長社長が、はい、なんかこんなすげえ広いドバーあって、はいはい、トラック何台もあって部材もめちゃくちゃあって、なんか仕事も忙しそうだったし、はい、どうなんかそこに興味がちょっと湧いてあるのはですね、ふざけすぎてるのにこんなすごいのがある。そう、社長もそのふざけてる時もあれば、その仕事になればやっぱ目つきも変わるし、まあ、そういうのってこう一緒に飲んだりとかしてると出てくるんで、そういうとこ見るのは楽しいっていうか楽しいっていうかいいなって、なんかこうやっぱ勉強になるなっていうのは思います。はい、あの聞いてましただって安藤君じゃあ見てどうだったんですか？ YouTube 見て入ったわけじゃないですか、はい、なんで入ろうと思ったんですか逆に。まずはその人柄でもさ、芝藩とかの方たちさ、と自分は、はい、体を動かす仕事がしたくて足場になりました。じゃあ実際入ってみてどうでした？仕事は、はい、想像より5倍ぐらいきつい、ね、5倍ぐらいまあそうですよね、はい、簡単そうに見える時もあれば、いざやったらめちゃくちゃ重かったりすることもたくさんあって、覚えるのも大変。そうですよね、一個一個も大変だし。プライベートは結構みんな仲良くて動画通りだったと思う。ああ、まあその人柄的には、はい、大丈夫、なんか言わしてるみたいになってます。言わしてるんですか？え、なんか裏でやってきました、なんかでも今セナが、はい、俺と岡部は多分、はい、あ、タケもそこにいるけど、タケちゃんもいるけど、はい、多分ちょうど今セナが、はい、こう多分みんなに入りづらいなっていう思ってるなんか感じは俺らはすげえわかる。俺はすげえわかる。最初そうでした。最初だと待つかつ使います。あ、もう喋るわけでもなくみたいな。松田さんにも、俺松田さんより1週間ぐらい後で、え、これ帰ってもいいんですか？で、松田さんもまだその時すぐ帰る時期だったから、うん、2人でもすみません、お先に失礼しますって、うん、さっさと、ね、明日お願いしますって言って、ちょっと話しかけるのも気まずいみたいな感じだった。岡部もずっと外で中に入ってこれない、入っていいのか悪いのか分からんし、うん、でも分かります。なんかちょっと独特の空気ありますよね。それ分かります？それはありますよやっぱまだちょっと入りづらいですか？ここにいたらちょっと話しかけづらいというか。でも中に入ったら誰かしらその話しかけるとかじゃないけど、その会話にならないんですか？みんなでだって会話してません？誰かと誰かっていうよりもみんなでこういう風じゃない、ああいう風じゃないみたいな喋ってません？まあそれも日によりますけど、そのやっぱ誰も会話せずみんな聞いてしてる。でもそれも慣れですよね多分。そう、それも最初それ気まずいと思っても、それめっちゃ気まずくて俺は嫌だでももう慣れだしたのはやっぱり岡部が入ってちょっとしたぐらいに、はい、
その岡部と自分 の、 その歓迎会をやってくる。それで一回みんなでお酒を飲んでからだいぶこう打ち解けていったかな。だからセナはまだそれがないんで、多分今後まあ多分こう勝負とかそういう場を作ってくれると思うんですけど。でも社長にやってけそうですって言ってたじゃないですか。どうですか。だいぶ仕事も慣れてきたんで。慣れてきました。はい、らしいですよ岡部さん。仕事も慣れてきたから、そろそろ、そろそろ組みてえなって。組みたいとはまだそこまでは。でも思ってくるでしょ、だんだん。でもパワビだけだと飽きるの。まあそうですね。ハンマー叩きたいって言うまだ早いわ。まだ早かったらしいです。セナと二人とかで現場行ったら喋る。めちゃくちゃ喋る。岡部さん結構喋ってくれません？なんか質問とかも結構多いし。俺とセナ二人行った時とか一日中無言だったよね。松田さんもあんま喋らないじゃないですか。喋りかけられたら喋るけし、気になったら喋るけど、でそうがないと別に。翔くんと俺二人でも無言すか。え、誰と二人で回ったことあるんですか？二人も。もう翔さんともあります？翔さんは。カンタさんは？二人はない。ベトナム人の人も。まあそうですけど、カンタさんと行った時とか喋るんですか？いや。喋らないんだ、カンタさんも。カンタ君も最初も喋る。最初ですね。本当ですか？一番時間かかってます。カンタさん？一番じゃ入って喋りづらいの誰ですか？一番。喋りづらいなって、喋りかけづらいとか話しかけづらい、話しづらい。カンタさんと翔さんやっぱいつも言われるのこの二人ですよね。だってみんなこの二人いますもんね。話しかけんなオーラじゃないけど、うん、なんかありますよね。なんか怒ってんのかなって思って。でも別に本人たちは怒ってないですね、全く。それが普通なんだけど、まあこちらからしたら話しかけづらいオーラが放たれてると、まあこの動画を見て感じてほしいですね、二人には。リュウジさんと回ったことないですか？2回ぐらいあります。リュウジさんはどうなんですか？最初ちょっと喋りかけづらかったんですけど、一緒に現場に出してからは結構話しやすくて。だって結構リュウジさんって話っていうか話題振ってくれません？うそ、ん、え、振ってくれません？いや、俺無言のイメージある。ほんとっすか？なんなら今でもある。リュウジ君は結構喋る。マジっすか？ですよね、結構話、なんか広げてるそんなイメージないの。え、じゃあ、はい、動画で見た感じと入った感じで社長はどうですか？社長とはまだそんなに会った回数が少なくて。あ、そう。まあそっか、会う機会全然ないですよね。ないですよ。結構話しやすいっていうか、話しやすい、話しかけてくれるんで。まあ社長はめっちゃ話しかけてくれますね。じゃ あ、 一番喋りやすいの誰ですか？あの8番半入ってから一番喋りやすいのですか？話しかけやすかったの最初から。最初から話しかけ、最初からというか、もう、まあ、慣れてきてからもそうですけど。俺はトシ君。あ、トシ君がやっぱ一番年近かったし、一番最初トシ君と一緒で、それもあって話しやすいし、話しかけてくれるし、最初は。確かに、トシさん話してくれますね。最初はっていうか、今でもそうだ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ喋ってくれますよね。うん、トシ君は逆に本当にもう、ずっと喋り出すと思う。ずっと練習してくれるから。高速道路のさ、トシさんとさ、で、内容で降りるんだけど、トシさん喋りに夢中になりすぎて、内容通りすぎて。トシ君はある。それ何ですか？一番違う。トシさんあるあるですか？喋りすぎちゃって。間違えた。ハンドさんは誰ですか？僕は、タキさん、トシさんです。おー、嬉しそう。やっぱトシ君喋りやすいんだ。トシさんはね、タケさんも話しかけてくれますしね。うん、確かに。シャンベイだね。確かに、私も最初たけさん話しかけてくれたかも。妹に行きそうな感じの性格や。妹におったら、ああいい妹だなっていう性格でしょ。嬉しい、ありがとうございます。褒めてくれてますそれ。ああ嬉しいです。たけさんとは現場に一緒にいたから話しやすかったんですか？それとも別に普通にハウスとかでもドバに行っても話しやすかったんですか？なんか一緒に現場行った移動時間とか、仕事中とかですね。ですって、たけさん。ん？ですって。まんざらでもないかもしれません。やってやっとすぎて、まんざらでもない、嬉しそうだかもしれません。セナ君は今後やってみたいなんか YouTube のネタってあります？だって松田さんもあります？なんか見ててこれやってみたか、俺やってみたいとかあるんですか？足場のバラし対決みたいな。
よく他の芝居さんとかもやってるじゃないですか。確かに。そういうのは面白そうだな。だってもう松田さんはドッキリも経験しちゃってるし、限られてきちゃいましたよね。瀬田君もありますね。僕はなんかスポーツの対決とか。スポーツの対決も勝ち目ないじゃないですか他の人。スポーツの対決。だってもう一番若いし陸上やってたしで。それは勝てない。でもなんか運動会とか楽しそうですね、みんなで。運動会面白そう。ね、面白そうですね。運動会運動会とか球技大会みたいな感じで。でももうちょっと涼しくなったら秋とかに。ああ、秋の大運動会。ね、10月とかにね。バーベキューとかしながら、そう。誰かと誰かで勝負する。そうですね。リレーとかでもそうだし。やりたいですね。相撲とかも面白そう。面白そう。じゃあなんかもう最後なんで、これから、やっていくのにこれを頑張っていきたいみたいなのありますか。ああ、仕事でですか。はい。僕は今やっぱその経験もないベトナム人とかセナを連れて、はい、まあ簡単な現場ですけど、こう回らせてもらえるようになってきたんで、そこをちょっと追求して、はい、まあ今までの1年はやっぱその浅田のこの基本的な材料とか基礎で、うん、はいはい、まあ理屈っていうんですかね、その何かこうでこうなってこうなるっていうのを学んできたんで、まあ、これからはちょっと組み立てとかガラシとかもそうですね。ガラシもその簡単じゃないんで、難しい現場だったら難しいし危ないし、やっぱそういうのをこう学べたらいいなって思います。セナ君は。僕はまだ指示を受けてから動いてるんで、自分で考えて指示なしでも動けるように頑張っていきたいと思います。めっちゃすごい回答します。18歳、いい素敵ありがとうございました。本当に付き合っていただいて、これからも暑い中ですけど気をつけて頑張ってくださいね、はい、じゃあ最後お二人に締めていただいて、あ、じゃあ、 足場材の買い取りの、宣伝してください。買い取りの宣伝、はい、あ、シンプルでいいですね。面白いのとかじゃなくていいですよ。僕今この3日間部材を取りに行く仕事が、はい、もう一日中走り回ってるんですよ、トラックで、はい、全然足りてないです。なので昨日今日で手すりも2000本ドバイに持って帰ってきました。材料の買い取りやってますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ最後締めてください。じゃあまあちょっとグダグダになっちゃったんですけどすいません、社長がいないんで私なんでごめんなさい。まあ、ね、はい、若きエースがこれからも頑張りますので、はいはい、僕も負けないように頑張りたいです、はいはい、お願いします。じゃあせーの、あ、ダメちょっと待って、これちょっとやばいやばいですか、これやっぱタケちゃん入ってもらう。タケちゃんちょっと締めるのは無理だ。だってなんか照れてる、これおまけで使いたいぐらいなんかなんかほっこり動画ですよ今の。これ苦手っす。たくさんお願いします。最後また見てねだけ。はいはい、3、はい、また見てね来ます